はい続いてのプロジェクトは相方ラボの藤原紗也さんですよろしくお願いしますお願いします相方ラボの藤原紗也ですよろしくお願いします、えっと、私たちは恋愛や性について気軽に話せる場を作りたいそして、えー、ヘルシーディレーションシップ構築支援のための対話の仕組みづくりをしたいなと考えています えっと、アプローチしたい悩みっていうのはパートナーがいる人であったらパートナーとうまく話せないとか相手が何考えてるのか分かんないとか相手に嫌われないために考えたりとかあの行動を制限したりとか否認してくれなくて嫌とも言えずモヤモヤしちゃうとかなんかそうながら付き合っていって。 でそういうい我慢ととかか悩みとかであとはパートナーを探してる段階だったとしても出会いの場に行って表面的な話ばっかりしてつまんないとかなんか。あの 愚痴ばっかり聞いて相手を見極められないとかですねでそしてパートナーがいてもいなくても性の話はもう日本の社会的にタブーだからでこれってどうなんかなとか自分だけなのかなと思う悩みとかもやっぱり、うん、友達に話しにくいでカウンセリングに行くほどではないが話しにくい、まあ、そういう悩みをにアプローチしていってます。 で相方ラボでは、えっと、3ヶ月はあえて最初から恋愛や性について話し合う、えー、合コンとかスナックの、えー、開催そしてカップル間で使えるお題カードゲームとアプリの制作をしています。 で世界中の研究、心理学の研究とかで離婚したあの夫婦っていうのは幸せなあの関係を築いている夫婦よりも話し合いが不足しているっていうのはもう研究結果出ているのでやっぱり話すこと、赤裸々に話すことで、えー、素直で対等な関係性ができるとそのカップル間でもセックスレスとかデート DV とかそういう問題も減るんじゃないかなと思ってます。 で4月にここでしたことはここの3階で4月に、えっと、哲学対話合コンというのをしてそのテーマがこのうまくいくのかというそれぞれ別の下とした方がうまくいくのかというテーマを、えー、6人ぐらいであのこうやって合コンそのテーマを。 使って合コンしましまたで結果としては、まあ、サンマッチングが生まれ対話によって親密性が増すことが検証できました。であとは、えー とそうですね、私は個人的に合コンとか飲み会が嫌いなんですけどこれだったらすごい自分も参加し,やすしたいなと思うなんかの,の,のができたかなと思います。であとは恋愛性ににの話をするハードルを下げたいそんな話ができる場所が欲しいなと思ったので、えー、っと渋谷のバーを貸し切ってもうさ初めましてから気軽に恋愛と性の話をしようというスナックをしています。 トークテーマを用意してそれに沿ってグループになって、えー、と話していく感じで、えー、テーマっていうのはおご、まあ、られたいおごりたいとかセフレからパートナーになれるのかとかあとは友達と恋人の違いってっていうのを、まあ、4人ぐらいのグループになって話していくっていうスナックになってますで、えー、って来てもらった方今まで結構いろんなたくさんの方に来てもらって感想としては まあいろんなバックグラウンドの人と話せたなとか恋愛相談いつもはできないことここだったらできたとかあとは恋愛に対する考え方がすごく柔軟になりましたっていうコメントを頂い,いてますでアプリのプロダクトもあのプロトタイプもここのスナックで使ってもらってフィードバックを受けるっていう形でやってますでそしてえっとここもう一つ今日持ってきたあこれが。 あスナックは朝日新聞のデジタルにも、えっと、取り上げられましたで、えっと、セキュラ,ラカードっていうカードゲームを今日持ってきたんですけどあの今まではずっと手書きでやっていたものをあのはじ初めてちゃんと印刷をしてきれいに完成いたしましたでこれは、まあ、カップル感は価値観とか恋愛観その将来について話し合うきっかけになるお題カードで えっとまあ、こういうカップルカードゲームっていうのは欧米にめちゃくちゃあって、まあ、それは赤裸々に話す文化があるからだと思うんですけど日本ではそういう文化がないしでカードゲーム自体もないので今回は日本人でもその自己開示しやすいようなあと内容とかあとは関係性によってあのレベルを変えるようなそのレベルもつけてみました。 でまあ、お互いの関係性を赤裸々に話すっていう対話の基盤を作ることで後々のすれ違いとかセックスレスとか離婚の悩みとかをなくせないかなと思ってますで実際使ってもらって将来の話をして婚約したとかであの違いに気づいて発覚したとかそういう、まあ、自分のための恋愛ができているかなと思いますで友達バージョンもありましてこれは普段の飲み会では話さないようなあの 価値観とか恋愛観についてのカードゲームでこの前、土日に公園でピクニック参加してもらって遊んでもらいましたあのお披露目会で,であのここ、ござも使って使わせていただきました、ありがとうございます。で、あ使ってもらってこんな感じでコメントをいただいて飲み会に使い,たい使いたいよって感じですね。 でえっと、これからは実際にカードゲームを使ってもらってなんか動画にしてこれをコンテンツにしたりとかあとはこういうところに使ってもらえるかなとかでこれからのイベントは ICU とかカレッジとかロサンゼルスでも使ってもらえる予定があるので楽しみですで後ろに置いてあるのであのぜひ手に取っ、本当に話すのが大好きな方はあのめちゃくちゃ楽しいゲームになっているのでぜひ後ろのカードゲーム手に取ってみてください。ありがとうございました ありがとうございますすごいなんか共感しかないというか本当に、ね、こういうきっかけがないと喋れないこといっぱいあるのですごくいいなと思いました。こういうなんかスナックとか対話の合コンとかやっていく中でなんか意外な気づきがあったとかってありますか自分の中なんか変わったとか 意外というかもともと分かってたけどあそうだなと思って、のはみんなめちゃくちゃ喋りたいっていうことですねもう本当にもう,うちのうちにあって話せないけれども,もうここで喋っていいよって言ったらうわーって出てくるのがあみんな溜め込んでるなっていうのを感じました <laughs> なるほど大事ですねこうい恋は、はい、ありがとうございます